入学サポートデスク小林です。今日から後期が始まりました。学生たちは午前中にオリエンテーションをして、午後はマテリアルルームの大掃除をしています。まずはすべての備品を運び出し、選別を行い、棚の配置も入れ替え、これから搬入作業です。アイナックの備品の量はかなりの量になります。電気の配置を考え、見やすい棚に学生自身が考え移動しました。1年生から3年生まで有志を募ってみんな頑張っています。石崎リーダーが夏休み返上で頑張ってくれました。すみ先生、作業は順調ですか？順調です。すごい助かってます。学生みんな手伝ってくれたので。手伝ってくれたけど、学生自身が言い出してくれたことですね。間違いないです、本当に。今までね、こんなね、自分たちがやりだすっていう学生がいなかったので、今年はすごい期待しています。素晴らしいです。はい、まだまだ頑張ります。